血便とは、事故の血液の付着や混入した瓶で、肉眼的に出血が確認されない検便にて、指摘される瓶鮮血や瓶表面に付着する程度から、瓶全体に血液が混ざっているもの、瓶に血が混じっているすべての状態を指す。血液の比率が高く液状の場合は下血、または血消下痢と表現される。一般的には、血便とは赤色から、 赤葛色の瓶であるが、その原因のほとんどは、株症化管出血による。劣行などの肛門周囲病変での出血は、瓶の表面に血液が付着するもので、瓶と血液が混じり合っていないことで判断される。血便をきたす疾患は重大なものが多く、口述、警戒すべき状態にある症候を示した際は、早急な医療機関への受診が必要、トイレットペーパーに、 血が付着するだけの状態であれば、1から2日の診察遅れは問題にならないとされる。上部消化管、下部消化管の口側よりで出血し、消化された血液は黒色を停止、黒色瓶、粘液を伴えば、粘血弁、脳と粘液を伴えば、脳粘血弁と呼ばれる。血弁及び、下血症状と前後して、失神、低血圧、蒼白、発汗、 心拍数の増加2 5 0トルを超える出血を生じた場合、循環血液量減少、または出血性ショックが示唆される、腸管感染症全身感染症規制中。ありがとうございます。